こんにちは、本会チャンネルのサムです。今回は小池克臣さんが書かれた肉ビジネスという本を解説します。今回の目次は以下の通りです。1、和牛から学ぶ肉ビジネスの世界。2、カルビとロースに学ぶ焼肉の世界。3、これからの肉ビジネスの世界という順番で解説していきます。本書の著者小池克臣さんは肉の求道者です。年間で250回以上焼肉店を訪れ、1年のうち300日以上は和牛を食べる生活を続けています。肉に対する好奇心から飲食店の店主にこだわりを聞いたり、精肉店や食肉市場で食肉に対する知見を深めたりもしています。なぜそんなにも肉に心が惹かれたのでしょうか。実は著者は魚屋の長男として生まれました。子供の頃の食卓にはいつもその日お店で売れ残った魚が並んでいたそうです。そのため外食に行くときは必ず焼肉を食べに行きたいと騒いでいました。そんな中、大きな転機となったのが大学生の時に初めて行った叙々苑です。今まで行った焼肉店とは違う行き届いたサービスに感動した著者は、人生を焼肉や肉に捧げていきます。本書はそんな著者の視点から肉ビジネスについて解説されています。教養としての牛肉の世界を知ることができるのでおすすめの本です。というわけで、1、和牛から学ぶ肉ビジネスの世界。この章では3つのポイント。国産牛と和牛は何が違うのか、ブランド牛の潮流、但馬牛という存在について解説していきます。まず1つ目のポイント、国産牛と和牛は何が違うのか。スーパーの精肉コーナーでは肉の産地表記を見ることができます。牛肉の産地表記は大きく分けて3種類です。1つ目は海外からの輸入牛で、国内消費の約 65% を占めます。最も輸入量が多いのはオーストラリア産、次に多いのがアメリカ産です。実はオーストラリア産とアメリカ産の輸入牛だけで日本の輸入量の約 90% を占めています。オーストラリア産やアメリカ産の輸入牛の飼料は牧草ではなく穀物がメインです。日本人の嗜好に合わせるため、穀物を飼料にして牧草を食べる牛よりも肉を柔らかくしています。輸入牛は日本で国内生産される牛肉に比べて安い傾向にあり、私たちの食卓になくてはならない存在になっています。2つ目の表記は国産牛です。国産牛とは品種や生まれた地域に関係なく、生まれてから食肉にするための処理をされるまでの期間の半分以上を日本国内で育てられた牛のことです。例えば海外からアンガス種を日本に連れてきても、海外での飼育期間よりも日本での飼育期間が長ければ、その牛も国産牛と表記されます。3つ目の表記は和牛です。和牛は輸入牛や国産牛といった飼育地による区分ではなく、牛の品種による区分を表します。黒毛和牛、赤毛和牛、日本短角種、無角和種。和牛はこの4品種およびこの4品種間の雑種で構成されています。これらの品種を日本国内で飼育しないと和牛にはなれません。では続いて2つ目のポイント、ブランド牛の潮流。日本国内で生産される牛は国産牛に該当します。その中には先ほど説明した黒毛和牛、赤毛和牛、日本短角種、無角和種といった品種が含まれます。しかし品種だけでなく、格付けや飼育方法、産地によって定義されるものはブランド牛もしくは銘柄牛と呼ばれます。例えば神戸ビーフ、松阪牛、近江牛はブランド牛です。神戸ビーフは神戸港に立ち寄る外国人に評判で世界的に有名になりました。松阪牛は昭和10年に開催された日本初の全国レベルの牛肉コンテストで名誉賞を受賞し、名前が広まったブランド牛です。近江牛は江戸時代に養生薬の名目で将軍家へ献上されたこともあります。これら3つのブランド牛は日本三大和牛と呼ばれています。現在日本にはブランド牛が300種類以上存在しているんです。では続いて3つ目のポイント、但馬牛という存在。肉ビジネスに興味を持っていて、特に和牛を扱うのであれば絶対に知っておかなければならないブランド牛があります。それが但馬牛です。但馬牛は兵庫県北部の但馬地方で古来から飼育されていました。体が小さいにもかかわらず力が強いのが特徴です。ですので農耕用や牛舎用として重宝され、役目を終えた後に神戸ビーフ、松阪牛、近江牛として味の良さでも高い評価を得ていました。つまり日本三大和牛を生み出すベースは全て但馬牛が担っていたということです。現在も神戸ビーフは但馬牛であることがブランド牛の定義として定められています。しかし松阪牛や近江牛は但馬牛以外の子牛を導入して飼育しても名乗れるようになっています。ではどうして但馬牛が全国に広がらないのでしょうか。それは肉ビジネスとしては但馬牛はあまりにもブランド力が高いからです。またブランド力の低い他の牛と交配させると生産効率が悪くなってしまうこともあります。日本三大和牛と呼ばれるようなブランド牛は長い期間をかけて作り上げたブランド力があります。そのおかげでこれまでに見合った価格で取引がされているんです。しかしブランド力が弱いブランド牛では但馬牛を選んでしまうと利益が出にくくなってしまいます。このため但馬牛はブランド力があり、
こだわりの生産者が多い地域でのみに残されているんです。では続いてに、カルビとロースに学ぶ焼肉の世界。この章では3つのポイント。カルビとロースはどこの部位か、化学調味料の存在、タレこそが焼肉店の技術を表す、について解説していきます。まず1つ目のポイント、カルビとロースはどこの部位か。焼肉の定番メニューといえばカルビとロースではないでしょうか。カルビとは韓国語であばら骨とその周辺の肉を意味しています。日本名では大きく肩バラやトモバラと呼ばれ、基本的に脂がしっかりついた部位が多くなります。続いてロースとは背中の肉のことです。肩ロース、リブロース、サーロインの3部位は背中にある1本の肉です。これを切り分けてそれぞれの部位として名前が付けられています。ロースは脂が少ない部位として認知されました。背中の肉は代表的な霜降りの部位です。続いて2つ目のポイント、化学調味料の存在。化学調味料とは旨味を刺激する物質を人工的に生成した調味料です。料理に旨味を与えると同時に味のバランスを整えてくれます。そのため家庭はもちろん飲食店でも使われたりしています。しかし化学という言葉だと体に良くなさそうというイメージがあるため、現在は旨味調味料という言葉が伝われています。旨味調味料は世界中の地域で収穫されている農作物を原料に作られます。そのため過剰に摂取しない限り安全性に問題はありません。ただ旨味調味料は味覚を刺激する旨味が強いので、素材の味が分かりにくくなってしまったり、つい食べ過ぎてしまったりします。そして実は旨味調味料は焼肉とは馴染みが深いものです。実際ほとんどの焼肉店で旨味調味料を使っているのではないでしょうか。ただしその使う分量はお店ごとに違います。タレの味のバランスをまとめるために少し加えるお店もあれば、素材本来の味が一切分からなくなるくらい大量に入れるお店もあります。旨味調味料を使わずにこだわった焼肉を提供するのであれば、お客さんとのコミュニケーションを取り、お客さんを育てる必要があります。では続いて3つ目のポイント、タレこそが焼肉店の技術を表す。焼肉ではタレが重要な役割を果たすと言います。タレの中の調味料や酸味が肉の味をより一層引き立てているからです。一般的なタレには醤油やみりん、ごま油、ニンニク、生姜が使われています。調味料や香辛料の成分によって肉そのものの風味や香り、深みが加わっているんです。また焼肉のタレには甘み、塩味、酸味、辛味といった様々な味のバランスを取るという目的があります。これによって食べる人の好みに合わせて調整も可能です。そして一部の焼肉のタレには酸素や果汁から抽出された成分が含まれています。これらの成分は肉の繊維をほぐし柔らかくする効果があります。焼肉のタレは焼く前の肉を揉み込んだり焼いた肉をつけたりすることでより美味しさを引き出すことができるんです。焼肉におけるタレは職人の技術が詰まっていて、その焼肉店の顔であり命だと言えます。では続いて3、これからの肉ビジネスの世界。この章では2つのポイント、肉産業の環境と倫理問題、減少し続ける生産農家について解説していきます。まず1つ目のポイント、肉産業の環境と倫理問題。地球温暖化は地球の大気中の温室効果ガスが増加することで地球全体の平均気温が上昇する現象です。温暖化が与える影響は農業や食料供給だけではありません。生態系や人間の生活に大きな影響を及ぼします。地球温暖化を止めるには温室効果ガスを減らしていく動きが必要です。温室効果ガスの最も大きな割合を占めるのは二酸化炭素です。過去数十年間の人の活動によって大気中の二酸化炭素濃度は急激に上昇しました。これが地球温暖化の主要な原因です。また二酸化炭素に次いで総排出量が多い温室効果ガスはメタンガスです。実は牛のゲップにはメタンガスが多く含まれています。牛から排出される温室効果ガスを適切に抑制することは持続可能な開発目標 SDGs の第一歩にもつながります。日本だけでなく世界中の食文化を支える牛肉の価値を踏まえながらも持続可能な牛肉生産に取り組むことが必要です。すでに現時点でも例えば飼料の改良、メタン排出量の少ない牛の研究、飼料自給率の上昇による輸入に伴う環境負荷の軽減といった牛から排出される温室効果ガスを削減する研究や対策は実施されています。では続いて2つ目のポイント、減少し続ける生産農家。農林水産省が年に1回公表している畜産統計によると、令和5年2月1日時点での肉用牛の生産農家の戸数が1960年の統計開始以来初めて4万戸を下回りました。生産農家の戸数は10年以上ずっと減少傾向にありました。しかし同じように減少傾向にあった飼育頭数は2000年頃から増加傾向になっています。これは生産農家の大規模化が進んだからです。大規模化によって1個あたりの飼育頭数が増加しています。そしてこれは繁殖農家も肥育農家もほとんど同じ傾向が見られます。ではなぜ生産農家が減少しているのでしょうか。生産農家が減少している現状にはいくつかの理由が重なっています。生産農家の高齢化、高い経済的負担、継承の難しさ、
これらの要因が重なり、和牛の生産農家の跡取りが生まれないという問題が生じていると言えます。この問題を解決するためには、若者への農業の魅力発信や労働環境の改善、経済的な支援といった継承を促進する取り組みが必要です。というわけで今回の動画では、1、和牛から学ぶ肉ビジネスの世界、2、カルビとロースに学ぶ焼肉の世界、3、これからの肉ビジネスの世界について解説しました。今回紹介した本、肉ビジネスについてまだまだ紹介できていない部分が多いです。おすすめの本ですので、ぜひ読んでみてください。いつも通りリンクは下の概要欄に貼っています。というわけで、今回の知識や何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。自分に役立つ本を探したい、そんなあなたにぴったりのサービスがあります。え？人気動画配信者が分かりやすくビジネス書を解説、短い時間で理解度アップ、ビジネス図書館東京。